どうも、たかげんです。日本名所巡り食べ歩き、京都県伏見区。今回、京阪電車で伏見なりに行ってまいりました。朝早かったので、人気も少なく、千本鳥居の綺麗な映像を収めることができました。また、境内にある重軽石に願いを込めて持ち上げたところ、意外と軽く感じました。それでは、どうぞ。やってきました。伏見稲荷神社行きたいと思います。可愛いの見つけましたね。可愛い。って書いてるわ。やってきた、鳥居一個抜けた。どんどん行きましょう。加えてるもんが違うんやわ。うわ。あ、でも暗いときまた見えない。一旦それくらいなんだ。ボールっぽい球をなんかこうやってるような感じ。これまだ逆転だ。かっこいいね。バッテリー次は黒っぽいっていうのがあれ、髪みたいなのを壊れてるな。これやろ。そうか。な、また違うんやわ、加えてるものが。全部が肉らしい。ちょっと傷が。鳥がいっぱい。はい、ね。
ですね。すでに何本も。めっちゃ綺麗。すごい。続きます。お、続く。お父さんあるわ。何やってる？200、200くらい。向いてない。ちょっと試したいと思います。軽い。思ったより軽い。
泣いてる。痛いね。どこ行くの？帰りましょう。帰ります。今回の動画いかがでしたでしょうか？高評価ボタンお願いします。まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画もお楽しみに。